ブリコ。さあ始まりましたカブリコ、カブトムシゆかりとゆうきりこです。さあ本日はですね、茨城県結城市にありますグランドセピア結城店さんをお借りしまして収録をさせていただくんですが、さあ5回目ということで、はい、5回目なんですけど、うん、5回目にして初めてスロット、うん、おー苦手って言って、苦手っていうかあんまりパチンコの方がいいよって言ってたから、うん、避けてたのにね。ね、まあね、動画でスロットってちょっと苦手だなってまだ思ってるけど、まあリコちゃんがいるので、いや私もちょっと不安なんですけど、あとはね、あの2人で勝ちたいなということで、うん、2人でと、あとリコちゃんが勝ってるところが見たい。そう、すごい言われるんですよ。あのカブちゃんめっちゃ出してて、うん、リコちゃん負けてるよねみたいな、うん、もう合言葉みたいになってる。そう、え、だって今回もあれでしょ、あのスゴロクみたいなのやらなきゃいけないんでしょ。そう、今回もですね、こちらじゃん、はい、実践方法ということで用意しました。このカブに振ってもらった、うん、サイコロで決まります。お願いします。はい、いきます。まずはじめに1個いきます。せーの、1個だけで、これ、あ、本当に 4? で4なんでここです。で4、最後にこれをめくって何だったかっていうのを、はい、発表したいと思います。それでは行ってきます。かぶりこ。かぶりこ。さあということでリゼロ開いた、はい、よかった。グランドセピアさんなんですけど、うん、最近リゼロが増大してるっていうことで。そうなのよ、4台はい狙いだったんですけど、吸われるとは思わなかった。まあリコちゃんがよく打ってたゴッドイーターに座ってリゼロ開いたら自分の意見を尊重させてリゼロにすぐ移動するっていう、私申し訳ない。私なんならリゼロ開いた瞬間血迷って こっち来ましたけど、強制引いてました。そうで、ちょっとだけね、うん、回そうとしたけどダメだってなってやめて。そうなんですよね、2台確保しちゃうことになるから。なんか最近リゼロ見て、うん、全部見た？全部見た。誰が好き？なんかでも見て、あ、レムラムが人気な理由が分かったなみたいな。あ、なんかレムちゃん友達だったら怖いなって思って、信用してなんか旅とかお付きとして一緒に、なんだろう、いいよって言ってる子が好きとか言っちゃダメだもん。まあでも可愛いよね、うん、この胸、この胸、ショートカットの巨乳。いやでもほらリコちゃんショートカット一緒じゃん。巨乳じゃないから。お、逆線行きました、はまりました。早い、行きます、ルーレットよっ、どうだ、カットインは入んないですけど黄色。嫌なんだよ黄色は、だって黄色だけだと、うん、保証の6アッププラス何パーだっけ、66パーループだから、もうそんな10パーも上がらないかも。もうさ、カメラがカブずっと向いてるから、私当たらない限り映らないと思ってるから。というわけで私が映りたいがためだけにこれを始めようと思います。え、導入うまくない？しかも今回いっぱいあるから2人が考えたの1個ずつ入ってるんだよね。これ、いけます。お、なんか来てるけど、じゃん、あ、私のやつ、毛深い人は好き。私の質問どう、リコちゃんは。私毛深い人別にいける、うん、別にしょうがないよね、毛あるのは。毛あ
るのはしょうがないよね。人間だもの。人間だもの。まあそれを踏まえてカブは、まあ、胸毛とか平気かなって思って。あ、私胸毛生えてる人に会ったことがないんだけど。あ、会ったことがないっていうか当たったことがない。当たったことがない当たったことがないもあれだけど、そうじゃなくってさ、多分さ、そんなプールとか海とか行かない限り胸毛あるかって見ないじゃん。あ、そうだね、確かに。私はちょろってあるのが嫌かも、胸毛。ちょろっとちょろっとが一番嫌だ。よし、これでゼロからルーレットいきます。カットイン、あ、いた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 、緑いける。それで追加投資なしでいきたいな。いきます。よし、いただいた。いってきますからの、よしです。よし、頑張れ頑張る。出玉作るよ、交換だった時のために。そうだ、交換にするんだ。あ、嘘、連打にしようと思ってた一撃になっちゃいました。いや、まあでも70以上はいくと思います。よっ、あれかな、69、最低だまあ69%を3体いきます。え、やばい、これで白系だったらやられるやつです何なの、もう言った通りのことが終わってる。もう、いや私何も怒ってないから、私もう一回なんか引こうと思う。いきます、じゃん。平成のやっちまったなネタお願いします。平成の、え、すごいリアルなのがあるんだけど一個なんか私、はい、年上の人としか付き合ったことがなくて、平成のうちにそれ流れて大丈夫？いや、ダメだね、やめよう。ざっくり言うと、平成のうちに平成生まれを行こうとして失敗したえ、リコちゃんはさ、平成生まれの男の人知ってるの？平成生まれ、あ、平成生まれ知ってる。知ってる？うん、知り合いにいるよ。付き合ったことある？あ、でも付き合ったことある。 ある、うん、さあ、当たった。いってらっしゃい。行ってきます。戦場からの AT 連打行きます。私はあ、レムちゃん、レムで行くわ。おーおー、痛い痛い痛い71。さあ、頑張ります。頑張って。私のこれ強調してばいいじゃん、ここで。でも私強調まだ今日1回も引いてないから。強調、あ、強調、強調来たよ。一匹一匹いけるいやー、頑張る。いや、あー、痛い痛い、あと一匹だよ、あと一匹だよ。今鳥肌すごい、あと一匹だよ鳥肌すごい。はい、あと1匹です、お願いします。リコちゃんならできる。おお、ラム、いくよいくよ。手でかさだ、お願い。もうほんとここは、おし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 。いや、ここ大事よ。あー、いや、大丈夫大丈夫、いける。復活するかもよ。まだわかんない。57% が最低57%、 58%、 1個乗りました一
人、え、でもエミリーやった、え、関係ないか、一人だもんね。ネムちゃんのセリフ、来ない、いやいやだ、いや大丈夫、いけるいける、カブ自信を持って、自信を持ってる、頑張る、いけるよ、いけないよ、これいけないやつだよ、大丈夫だ、うわ最後最後何なんですかね、一体これは。でも 25% とかあったと思うんで、うん、ダメか、ダメでした、はい、ああ、コンビニ経由しなかった、コンビニ経由しなかったからはい、いったぞ、ビクトリー当たりました、237引き戻したのかな、さあ、カブ、大事な場面が来たから、はい、これを、何、あ、いたよ、いたよ、おお、いた、いける、いける、あ、よかった、あと1匹、よかった、あと1匹、カプリコのおかげじゃない、カプリコのおかげだね、やっぱカプリコだから一人なんだよ、でもベアトリスで、レムちゃん先行、来い、よし、あ、まず第一関門は突破で、ミミを回避、よし、あるかもしれない、ここで強制じゃないか、いや、あるぞ、あるぞ、あるぞ、緑だよ、でも白芸がいる、おっと、きたー、よかった、本日初めての、あー、よかった、よかった、37本、やったー、よかったよ、よかったよ、よっしゃー、20ゲーム、これゲーム数減らないですよね、わあ、もう終わった、まだ640枚、はい、カブがね80ゲームっていうところで、私が750ゲームで、そうだ、はい、行ったぞ、行きました、こちら頑張れ、60、まあでも一体撃破なんで、まだ頑張りたい、いやーこれは欲しいです、あー、まあ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 大丈夫です、大丈夫です、大丈夫な気がするから、あー焦ってるからさ、レバーがすごい強くなるっていう、あー、もう違うメダルがない、わー、もう、心臓が痛いよ、うわ、 25% だよ、1/4、2回目の天井行ったんですけど、はい、終わりました、あー、いやー、じゃあここからはカブに頑張ってもらいます、心のダメージが半端ないのは分かるよ、一緒に頑張ってきたもん、おお、近く、225、シゲ、あ、おお、ずっとまた引いた、まあでも良かったけど、意外とあっという間ですよね、あっという間、ここでリアクストライク、終わった、はい、あれコンビニがないんですよ、コンビニない、ループしてんのかな、
こういう時じゃないと映れないで映っときます。ということで行きます。じゃん、なんじゃ、新しい元号になりましたが自分ならなんて元号にする？カブト。もう一回お願いします。カブト元年。いきます。よいしょ、一体撃破。リコちゃんだったら新しい言語を何にする？え、なんでは、あれなんですよ、私なんで平和にしなかったんだろうと思って。あ、平和ね、うん、だから私平和がいいなと思って、うんうん、か、私令和って昨日まで書けなかったから、うん、私も書けた。AT 入りました。あの BGM なんで、カブト元年いきます。お、20プラス20からスタートですよ。さあ、さっきは超えるんじゃない？超えたいよね。20あったら。お、ダメだ、あ、少ないけどこっから頑張ろう。いやいや、コンビニない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 。え、ちょっと分回しますね。発展した。お、レア役。お、来た来た。59%いける、リコちゃんならできる。まあダメでもこれラストチャンスなんで頑張ります。あー、スバルからですね。まあ基本ミリ、基本ミリ、基本ミリよ。いやでもまだ分かんない。大丈夫。いやまだ大丈夫。ラストラスト。あー、もうしょうがない。はい、まあこれはしょうがないよ、もう。まあまあまあ、さあということでここで終了です。はい、246、はい、2以上確定しました。ストップ。えい、いきます、刺激です。はい、いきますよ。ウェーイ、53%、はい、よっ、53%を2回。いやでもほら、海物語だと思ったら、うん、いけるよ。2匹目いきます。ここからはいません、アイコンが。2人いるよ、いける、いける、いける。レムちゃん先行。大丈夫って言ってるよ、スバルが。なんかセリフによってのなんか平気度忘れちゃったっていうか、なんかあれによって違うから難しい。よいしょ、苦しいさん。でも黄色なんですよね、白芸引いたら。あー、レム、どうだろう、ダメなこともあるかも。お願い。いやー、よし、よかった、ピッピッピ。いける、いけ、2人。怖いですか？よし、いける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 か、これ。あ、半分いったよ、いける、いける。よっしゃ、行くぞ。緑だけど、白芸、白芸引かなかったら。いった、よっしゃ。いやー、え、やってくれるの、ありがとう、リコちゃんが入れてくれます。共同作業、私頑張って出すね。お願いします、行きます。
5は少ないんだよ。よし、来た、連打いきまーす。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20超えたよ、20超えた、おー、30、やったー、やったー、いいよ、5、いいよ、これもー、来ない、あー、5ばっかりだな。やめて、65、まあ、ここから上乗せを頑張ります。ちゃんと見てね、ありがとうリコちゃん。全然、じゃあ私はカブトムシさんの手となり足となりあのお手伝いをさせていただくみたいなので、あ、お願いだから全特会は引かないでね。もうサイコロやったのカブだからそうだった、もう決まってるんだった。そうだよ、もう決まってるんだよ、何だかはわからない。474枚、ここでレアク引いてない、コンビニ経由してほしい。あ、よかったやめれるここでやめます。アブリコ、はい、ということで実践終了しました。お疲れ様です。お疲れ様でした今年の方がですね、私がですね、はい、4万円として回収ゼロということでマイナスです。はい、まあ私も投資が結構ね、2人でね白牛がなかなか倒せなくて、うん、まあ、投資が37本いきましたね、うん、回収が1600枚ほどで、うん、まあ、まくれはできなかったんですけど、かなり最初 の、 あの天井からの発見、うん、いけたと思います。私もいけたと思った。なんかあそこからちょっとダメになって、まあ、もう1回目の天井でもダメで、最後1回行ってダメでみたいな、もう全然いいとこなし。サイコロ何番振りました？4番。 4出てた、4出てたね。さあということで実践方法なんですけど、ちょっとこれ私たち本当知らないんですよ、ね、うん、本当にわからない。あの前回、あの、うん、前回だっけで結構出てた時に全特会っていう、そう全特会ねのがあって、あれの、ね、ありがたかったあれ、ありがたかったあれということで今日4番なんで開けます。勝ち取り、これ一番いいやつだから ね、 だって、うん、なんか言うたら、まあ、ということで今月は実はあと2回はいパブリコがあるということで、はいはい、ちょっとこの後もねポンポンと配信がポンポンと配信されるので、ぜひ見ていただければと思います。それでは次回も楽しみにしててください。バイバーイ。